こんにちは、川本孝之です。ご機嫌いかがですか？今日もね、早速進めていきたいと思いますが、いつも言ってますように、画面を食い入るように見なくて OK です。何かをしながらね、この音声を聞いていただけたら、あなたの人生が素晴らしいもの、より良くなっていく改善のためにね、使っていただけたら幸いです。本当に嬉しいです。このチャンネルのビジョンは一つしかありません。あなたの人生がさらに素晴らしいもの、最高傑作に近づくこと、これがねビジョンですから、それにね近づけるように、お手伝いができるように頑張っていきたいと思います。さあ、今日のテーマですが、私もね3回彼が生きている時に会えましたけど、私の翻訳本でもあるジム・ローン、成功哲学の父ジム・ローン、アンソニー・ロビンズの師匠でもありましたけど、ジム・ローンから直接ね伝授された、教えていただいた問題解決法の3ステップをね、あなたにお教えしたいと思います。でね、常々ね、もうね、本当に私はジム・ローンを尊敬してますけど、このね、ジムは素晴らしいですよ。本当にジムは素晴らしくて、この、まあ、これからもね、ジムから教えていただいたその成功哲学をたくさんあなたにね、お届けしたいと思うんですけど、その中でもね、そのジム、これがね、たくさんこうあるんですけど、彼が言うんです。いいかい？この世の中から問題はなくならないよ。私も言ってます、このビデオでもたくさん。あなたから問題はなくなりません。あなたがどんな金持ちになっても、どんな成功者になっても、問題はつきまとうんです。もっと言うと、ジムは言ってました、あなたが成功すれば成功するほど、お金持ちになればお金持ちになるほど、それがね比例してどんどん大きくなっていく。つまりお金持ちになればなるほどその問題は大きくなり、成功すればするほどその問題は大きくなるって言うんですよ。いわゆる光と闇の関係ですよね。ですから絶対にね、なくならないから、問題はなくならないから、問題がなくなれ、問題がなくなれっていうようなあなたではなく、これ問題解決が素晴らしい、問題解決能力が最高なあなたになってくれと。つまり問題を嫌がるんじゃなくて、問題はなくならないから、だからその問題を解決できるようなあなたになってほしいっていうのをね、常々ジム・ローンはおっしゃってました。で、それがね、ジム・ローンにはアール・ショアフっていう師匠がいるんです。そしてジム・ローン、まあジム・ローンからアンソニー・ロビンズとか、ジム・ローンから川本孝之とか、どんどんこう受け継がれていくんですけど、こう同じなんですね。もしあなたが、これ私からのメッセージでもありますけど、これは素晴らしいインテリジェンスだ、私のビデオを見てあなたの人生が変わった、私のセミナー、私のコンサル、私のカウンセリング、何でもいいです、私の本、ジムも、それであなたが変わったら、それをリレーしていってほしいんです。ジムもずっと言ってました、もうあなたにね、とどめとく、止めるんじゃなくて、それをリレーしてほしいと。まあ私もこうやってリレーしてるんです。ジムからリレーしてほしいって言われましたから、ね、私もリレーする、自分でとどめておくのはもったいない。ですから、ね、あなたのお子さん、あなたの仲間、あなたの生徒さんたちにリレーしていってほしいんですね。そうすることでより人生は豊かになって、皆さんも豊かを、より多くの人が豊かになっていく、こんな、ね、考え素晴らしいですよね。豊かさで溢れてる。ですからぜひ、ね、この、ね、問題解決、3ステップス今日勉強していただいて、まず自分が実践して、そしてね、それを教えをリレーしていくということをぜひやってみてください。じゃあね、まず最初に、最初のステップ目、何か問題が勃発しました、最初にすべきこと、あなたが最初にすべきことです。それは1、あなたです。あなた自身で解決する、あなたです。まずはやってみる、まずはやってみるんです。今までの経験、今までの知識でその問題に対して取り組んでみるんです。これまず最初のステップです。これを飛ばして次のステップに行く人が多いんですね。まずはやってみる、 OK ですね。誰にも相談せず、何の本も読まず、まずはあなた自身、今まで培っている、それで問題が解決できればおしまいです。はい、解決、おしまいです。で、次ですね、あなたがその問題を解決できなかったと、で次のステップは本なんです。
本、または今ビデオ、こういうビデオですね。はい。2番、本、ま、今ねこう YouTube とかとは、あなた自身で解決できなかった、わからない、したら、うん、本図書館へ行って調べたりとか、本屋さん行って本を買ったりとか、自分のわからない知識、自分の問題解決できない、そして今こういう、今もうインターネットが素晴らしいですから、ググって、うん、例えば、うん、離婚という問題が出た、であなたは解決できない、したらググるわけです。離婚方法裁判とかね、調停とか、私もねたくさん読みましたよ、本をたくさん読みました、この本ですね、今ビデオもあって、それを勉強する、そして解決できた、その問題が解決できた、おしまいです、いいんです、これでおしまいです、ね、まずは最初自分自身でまずやってみる、問題解決できるかできないか、解決できないしたら次本を読む、図書館行く、調べる、ビデオを見る、こう YouTube ビデオを見て勉強する、解決できるかできない、できた、それでおしまい。じゃあここでできなかった、最終です、最終段階、ここでこれですね、3番目、人に相談するんです。まあ他ですね、他人ですけど、ここでようやくカウンセラーとかコンサルとかね、他のプロフェッショナル、つまりエキスパートですよ、問題解決のエキスパート、弁護士、司法書士、税理士、私のような問題解決のエキスパートに解決を求めるんです。だから、ね、分かりやすく言うと、あなた自身で解決できるのに、本を読んで解決できて、ビデオを読んで解決できるのに、ここにいきなり行く必要はないって話です。まずやってみる、あなた自身で問題を解決、取り組んでみる、できた、 OK、 余計な時間もお金もかかる必要がない。でもあなたは問題を解決できなかった、まずは次は本とかビデオとかやってみる、問題解決できた、 OK、 よかった、ああカンセル、コンサル、カウンセリング費、セミナーいらない、全然いらない、それでよかった、これで解決。でもここやるだけやって、でもダメだった、したらそこでようやくセミナーへ行ったりね、個人カウンセリングを受けたり、コンサルを受けたり、何かエキスパートのところ、私でも、いや問題か、川本先生お願いします、解決マンお願いします、問題解決でお願いしますって、そこでお願いをする、で問題は解決されるみたいなね、あもう結婚したいんです、あここでエキスパート行って解決、お金持ちになりたいんです、エキスパート行って解決、いやもうこういう人間関係のこの問題が解決っていうことで、最終的にはここで解決します。結論から言うと、今ね解決できないものがないぐらいインテリジェンスが、もう本当に人生っていうのは常々言ってますけど、マジック、種明かしを知ったら、なるほどね、そういうふうにできてるのかっていうようなものばっかりです。ですからね、あんまりね、そのいつも言ってますけど、悲観的にならず、不安にならず、この問題の解決、これジム・ローンが言ってます。3ステップ、3ステップス。ね。すべての問題は解決されるのを待ってますから、必ずあなたがうわーって悩んでる、ね、問題を解決してきた先駆者たちがいるんですよ。前にいるんです。必ずいるんです。歴史の中で。もうあなたが知らないだけ。ですから、安心してください。大丈夫、あなたのねもうすっごい悩んでる問題は解決されるのを待ってます。大丈夫です、そんな不安にならなくても大丈夫、問題は解決されます。ですからね、もう本当にね、悩むだけ無駄、時間の無駄なんですね。落ち込む必要はない、他のビデオでも言ってます、落ち込む必要はない、ポイントは問題は解決されます。であなたのよりも前の人たちが、もう偉人賢人たちね、方たちがそれをもうやってきてます、解決してきてます。ですからそこにアクセスするだけ、ね、その情報にアクセス、人にアクセス、そこで道は必ず、道は開けます。問題は解決されるのを待ってるんですね。ですからね、ぜひこのジムローン、ジムローンが教えてくれた問題解決法をぜひね、マスターして、素直さは最大の知性ですから、マスターして、それでぜひ実践してみてください。ホップステップジャンプです。ではね、今日も
素晴らしい一日をお過ごしください。人生を最高傑作にしていきましょう。 Love with passion。